エメラルドの語源は緑色の宝石を意味するギリシャ語スマラグドスで、次第に発音が変化して現在のエメラルドになりました。エメラルドの最大の魅力はエメラルドグリーンと言われるその美しい緑色です。その神秘的な美しさゆえに昔から人々に愛されているエメラルドは、古代ローマや古代ギリシャでヴィーナスに捧げる宝石として崇拝されていました。アレキサンダー大王は戦いの時には必ず自分の守護石として大粒のエメラルドを身につけていたと言われています。絶世の美女と謳われる古代エジプトの女王クレオパトラもエメラルドを愛用していたことは有名です。エメラルドの名が世間に広く行き渡るようになったのは、スペインがインカ帝国を統治し、ヨーロッパにエメラルドが流通するようになった頃からと言われています。日本におけるエメラルドの和名は、水玉、または緑玉です。エメラルドの主な産地は、コロンビア、ブラジル、ザンビア、ジンバブエ、マダガスカル、パキスタンなどがあります。中でも最大の産出国はコロンビアで、世界シェアは 60% を超え、名品としても有名で、採掘された地域によりかなり色合いが異なる場合が多いです。例えばコロンビア産は深みのある純粋な緑色、ザンビア産は緑色でも青が含んだ色合いをしています。美しい緑色の宝石エメラルドはベリルと呼ばれる鉱物グループの一つであり、青色のアクアマリンやピンク色のモルガナイトの仲間です。エメラルドはその内部に傷のような内包物が多く、これは地中奥深くで結晶生成時に生じるものなので天然の証にもなっています。もちろん内包物が少ないエメラルドも存在しますが、とても価値が高く、透明度が高く明るい濃い緑色のものほど高価です。特に猫の目のような光が入るキャッツアイ効果のあるエメラルドは希少価値が高いようです。エメラルドの宝石言葉は幸福、幸運、愛、希望です。古来透明感あふれる緑色の光は人を健康に導く力があると信じられていました。エメラルドを眺めていると視力が回復するなど、目に関する言い伝えや身につけると森の中にいるような安らぎが得られ、思考力が高まり行動力をもたらすとも言われています。また恋愛に関する願いを叶えてくれる愛の石とも呼ばれていて、世界四大宝石の一つです。このエメラルドは5月の誕生石とされていて、身につけていれば人間として成長することができ、知恵や忍耐力が得られると信じられています。